山梨県藤川クラフトパークは山梨県南駒郡美信町にある都市公園。園内に道の駅美信藤川観光センターを併設している。1989年に藤川ふるさと工芸館を核として開業。工芸館の中は主に京南地域の地場産業である陶磁器やガラス工芸などを展示、販売していたほか実際創作を体験できるコーナーがあった。 また、周辺は、公園として遊歩道や遊具、庭園などが整備された。2005年に、藤川ふるさと工芸館は、県内16番目の道の駅に指定され、2009年に、合同会社、藤川霧江の森が、指定管理者となり、翌年には、藤川霧江森美術館がオープンした。一方で、同公園を管理していた、財団法人、 山梨県藤川地域地場産業振興センターが2013年3月31日をもって解散し、工芸館もそれと同時に閉鎖。しばらくは公園施設及び美術館のみの営業となっていたが、2014年7月17日に美信藤川観光センターとしてリニューアルオープンした。同時に道の駅の名称も同センターに改称されている。 道公園の各施設であり、道の駅の機能を有している。土蔵造り風の館内には、京南地域の地場産業である柿の工芸品の展示を行っている。併設して売店があり、蒸気の工芸品を中心に、山梨県内の土産物を販売している。旧館備ふるさと工芸館の建屋、現存せず、2012年5月撮影内部、2010年8月撮影かつてあった。 各施設、2階建ての円形建築物に以下の施設があったが、閉鎖の後解体された。跡地は、美の部富藤川観光センター及びレストランになっている。指定管理者の導入施設一覧について、山梨県都市公園条例堂の駅美の部富藤川観光センターに関するカテゴリー、ありがとうございます。